おはようございます。小野さん、今日は何しましょうか。今日は挿し木を、豆盆栽を作るための挿し木ということで、はい、いろんな種類の植物を挿します。用意するものはまず発根材、まあ大体皆さん知っての通りルートンっていうのは粉ですね。こういう白い粉、これを直接使うんですけれども、はい、あとうちで使っているのがオキシベロですね、うん、これも発根材で、はい、液体で、透明な液体です。であとは土ですよ。土は赤玉土と鹿沼土がいいっていう方もいらっしゃるんですよ、はい、それね、環境なんですね。この間ちょっと他の茨城の方の盆栽屋さんと話した時に、やっぱりうちは鹿沼 100% が一番つくっておっしゃるんですよ、うんうん、ところが千葉県の盆栽屋さんとうちは鹿沼じゃなくて赤玉の方がつくんですよ。やっぱりその地方の環境によってなんで、うん、両方試してみてどっちがつくか実験してから決めた方がいいですよ。なるほど、うん、誰々さんが言ったからとかそういうのはもう、うん、そのうちの環境がね違うから、はい、まあ、うちはだいたい赤玉土を使って、刺します、はい。こういう土鉢を用意していただいて網つけますね、うん、はい、そうしましたら一番下はこの粗い土、これ、うん、こんな感じね。でその次が普通のサイズ、バーってね。それでね、挿し木はね、挿してからグラグラすると根が出ない、なんでグラグラさせないために一番細かいやつ、芝目土みたいなやつですけどね、これで押さえちゃうんですね、グラグラをね。これ細かいんで締まりますから、はい、表面が大きいのだけでやるとちょっと隙間があるんで、うん、ちょっと水やった時にでもグラッとしますから、うん、少なくしてるのも風とか、うん、そうですね、あんま上の方だとね、うん、であと刺した時に根っこがあんまり下にあると来年のことも考えて、まあこのくらいあれば十分です。なるだけ短く刺しますから、はい、長く刺しちゃうと切り口から根が出るタイプのものだと下がこんなに長くなっちゃいますのでね、うん、そんなに深くは刺しません。でこれで用意してもらって、あとはトマトトーンお持ちの方はこんな感じね、水の中にトマトトーン入れたりしますけども、うちはオキシベロンはこうやって使います。薄めて使う方法もあります。原液結構効くんですよね。効く？は、普通は液、ここに入れます、薄めてね、はいはい、これは薄める方法が倍率がこう書いてあるんですけど、うん、あんまり関係ないですね。関係ないです、こんなもんです。原液を使いますのでね、原液使います。もう使うの？使います。まあ、これはもう切ったやつをどんどん入れてきますから、この中に、はい、その時に使うんですけれども、これは、つくもニレケヤキといって、ニレケヤキの中でもものすごい葉っぱが細かいやつね、多分一番細かいんじゃない。磯山椒みたいなね。そうですね、パッと見そうですね。ねえねえ、ニレケヤキには見えないでしょ、うん、植え切ってないですからね、こんなに伸ばさないんですよ。でこう見たところ、どのくらいまで刺してつくかということで、ニレケヤキはつきやすいんですよ。だからこのぐらいまではつくんですね、簡単に。でうまくやればここもつくはず、まあ、この辺だと取り引きかける人が多いんですけどね。でも豆盆栽を作るんだったら大体この辺ですよ。ちょんと、はい、切りました。ここの枯れ枝を取って、ただ上が伸びすぎてます。このまま刺すと新芽がビュービュービュー伸びてるんでしおれちゃうんでね、これをね、はい、切ります。葉っぱの量を減らす。はい、半分ぐらいまで落とします。伸びてますからね。まあ大体でいいんですけど。で、こっからね、出ますからね、この辺から。この枝いりません。邪魔です。刺すとき邪魔。はい。この取っちゃいます。で、これ一回入れますね。はい。こうやって見ながら、でここんとこ何にもないなって思うでしょ、下が上が伸びてるんで、で、ね、下の葉っぱがねなくなっちゃってるんですよ。そうですね、はいはい、上切るとこっから葉っぱ出ますから、ニレケヤキは下から出るんで、はい、だから大丈夫です。とりあえず刺しといて立ち上げしてから来年出てきますね。こんな感じでね、ここから出ると二股で面白いのできるでしょ、ね、こんな感じでやっていきます。でこれを刺すわけですが、これは月がいい方なんで、この太さだったら
シベロンじゃなくてルートンで全然いい。ルートンは粉なので拭き取って水分を拭き取ってからここでこうなりますね、はい、白くなります。でこれをブスブスブスって深く動かないようにするためにこの辺まで埋めちゃうんですけど、結果でもこっから根が出ますから、うん、大丈夫です。こんな感じです。刺すのはもうみんな、なるほど、うん、どんな木でもブスッと刺すだけですね。対角に切って土鉢の縁に刺すと効果があるんです。この土鉢が熱太陽の熱で温まるんで、うん、周りだけつくことが多い。温かい方が根が出やすいみたいですね。うん、熱くなるってほどではないんだけど、だからここに沿ってね、周りからこうやって刺していくといい。今そうにしませんでしたけども、こうだから隙間あったら全部こっちから刺していくと、うん、後でわかる。周りはね、月がいいんですよ。真ん中の方が月が、うん、動かないからかなとか思ってました。うん、それもあります。あるか、動かないのもあるんだけど、結局ぎゅうぎゅう刺すんで結構動かないもんなんですよ、うん、これは隙間を開けて刺さないようにするのがコツです。だから枝がね、あんまり取れないときは小さい鉢で刺すしかないんですよ、うん、ちょっとこれ形が微妙ですが、切るときにね、こっから根が出んだよって、こっから根が出んだよって思って切らないといけませんよ、うん、はい、途中からいくら葉っぱが出たとしてもまっすぐなところはまっすぐだからね、うん、これで大丈夫だと思います、うん、はい、でここまで刺したら水につけます。ある程度水ここら辺まで入れて、ゆってこれで閉まりますよ。上からかけても閉まります。どっちでもいいんですけどね。で、根ケーキは終わり、はい、はい、1年後っていうか春ですね、来年の春、葉っぱが出始める時に根ケーキ落葉しますのでね、はい、葉っぱがバーッとこう少し出る頃に鉢上げしたやつが、これが1年後ですね。こういう、うん、葉っぱが小さくなってますね。わ、うん、かるかな。親よりさらに小さくなる。ちっちゃくなってます。でもそうですね、うん、この辺の葉っぱと比べるとわかるかな。こんな感じ。こっちが親、こっちが子供。そうですね、ちっちゃくなる、うん、やっぱり小さい鉢であのやるとこうなりますよね、うん、これもそうですね。ここなんかあの先っちょ刺しただけですけどね、はい、小さい豆鉢に入れてかっこよくなってくると思います、うん、でこれをね、今伸びてるのをこうやってさっきみたいに切っていくともっとかっこよくなってくるんですよ、うん、じゃあこれが、これがこれで、これがこれか、これがこれで、これがこれでした、はい、はい、そうですね。ツン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 、はい、次はもみじ編ですね、はい、これは琴姫。琴姫ね、こんだけ伸びちゃうとね、もうね、うん、買って捨てちゃいたくなりますけれども、この部分を刺しとけば今度豆盆栽が作れると、はい、こっちは八つ草もみじというもので、名前がないんですよね、うん、ただ紅葉がすごい綺麗なんで、うん、真っ赤になりますね。似てますよね。似てる。だからこれの姫が琴姫なのかなとも思うんですけど、うん、あの八つ草なんで、ここ葉っぱと葉っぱの隙間がないでしょ、はいはい、こっちもそうだけどね。でも琴姫ってあんまり綺麗に紅葉しないんですよ、意外と、うん、縮れちゃうの。でもこれは綺麗。これはあの11月ぐらいはうちの売れ筋でございます、うん、これはね、やっぱ切るときは一緒です。とりあえずこう見て、元の方も生かさなくちゃいけませんからね、うん、やっぱりここが大きいから、この太い枝、これはもうここで切るしかないんですよ、うん、ずっと結構な、はい、でとりあえずこの中入れておきます、はい、こっちの細い方はどうかな。でも元の方は元の方で小さいのを作るためにね。でこの下枝もこの辺で切る、はい、丸を作る。ほとんどなくなりました、はい、下は下でこれから植え替えて、うんうん、あの鉢に入れると
まあ、切り口の周りもそうですけど枝が出ますからまん丸くなって、なるほど、うん、切り口見えなくなる。じゃあこれをどうするか。これちょっとねカエル股なんだよね、うん、どっちか落とそう。カエル股嫌なん でこれはこれでここです。こうちっちゃいの作る。これね結構太いですよね。あ太いです、太いです。でもあの軸が新しいから古いところだとつきにくいですけど、この緑色が残ってるってことは今年の新枝だから新枝はつきやすいです。で残りはですね、この上の方は上の方はここのところに股があるでしょ、はい、ここを利用するわけですからこの辺で切って、で真ん中ももったいないから一応半分に切って、どこがつくかわかんないですからね。でこれ刺しにくいんでこういうのは下の枝をね切ります、はい、ほらこのくらい出しといてね、うん、でこれはこれで置いといて、はい、でこっちも下の枝を切ってで、ね、でこっちがこれはもうここで切る。上にするならこのくらいかな。ここを生かしてね枝がこう出てます、うん、ここで刺しますが、この時に葉っぱ大きいのついてたらこう切ります、はい、葉っぱ半分に切ります。あんまり葉っぱが多いとねつかない場合がありますからね、うん、水をいっぱい吸っちゃうからと思って。そうですね、このくらい、はい、これね、これが1個でしょ。でこれもつくんですよ、はい、これ一番つきやすいとこなんで、うん、もったいないからこれだって小さいね、直径1センチぐらいの鉢にも入るからね。こうでしょ、こうでしょ。たくさんできますねこれね。はい。すごい量になりますよ。こっちもあるし。そうなんです。だから一個一個のやっぱサイズがちっちゃいですもんね。うん、やっぱ豆だからね。で先っちょの新芽は落とさないとダメです。これをつけたまんま刺すとダメです。あのしおれちゃいます上が。水が最初根っこがないんでね、もう先端はこう落としてやってね、うん、こんな感じですね。で今度はもみじでつきやすいのとつきにくいのあるんですけど、たまにつかないことがあるんでオキシベロン原液、太いとこ特に、うん、これただつけるだけです、うん、原液それでちょっとつけといてブスッ、これのがつきやすい。つきやすいですね。これやってる人いるんですか他に。います。教えてもらいました。薄めないで原液を使って、まあまあこうさつけといてもいいんですけどね。つけなくてもこれで十分ですよ。もう密集させて刺す。あんまり細すぎてもつかないけど、まあある程度硬ければ、うん、こうやって刺していきます。そうすると1本がまだあるからね、うん、ちょうどこれ1杯になるこれが。なるほど。でこの辺も刺していくと。そうですね、大河君の出番と後処理、後処理オキシベロン溶液に浸してさっきやったんだけど、これは効果ありますから、水じゃなくてオキシベロンの水にやった方が、うん、でこうやってやって、うん、それで最初のね、うん、1回目をさせるようにする。なるほど。こういうわけです。オキシベロン意外と売ってない。結構高いんじゃないですか。高いです、オキシベロン高いです。そうですよね、はい、ただうちみたいにこんなちっちゃいやつだと1本あれば、なるほど、全種類刺してもちょうど終わるぐらい、1年に1本ぐらい大きいのを 刺す人いないだろうから別に問題はないと思います。なるほど。僕も買おうかなと思ったけど、ね、使い切れないと思って。そうですよね、うん、一般の人はねこれ小瓶売ってないから。そうですよね、そうかもしれないですね。話なんですけど、獅子頭の挿し木をルートンで2回やって全滅したんですけど、うん、オキシベロンでやった年だけつきました。あ、そうですか。現役挿しで、だから効くと思います。獅子頭ついた、うん、獅子頭がついた。どうしましょう。次もいいんじゃないですか。これもやります。同じようなもんだよ。同じですよね、うん、同じ。ただ、最初に一緒です、はい、同じです同じです、はい、はい。
で切ったやつ汚いけど本当に拭きいいですからね。こういう細かい節から全部吹いてくるので、うん、本当に別人のようにかっこよくなりますし、こちらも、うん、これもそうですけど、もう上どんどん取って短くして、うん、そうするとこのくらいの鉢に入っちゃう。切ったら、もうこれ切ったからね、切ったらもうすぐ上買いますけどね。うん、ただこれ埋まってるから下が長い可能性がありますね。あ、ここで取り木かけるといいです。そうかもしれない。取り木元気になったらここで取り木、うん、刺し木と取り木両方やったらすごいですね。これは一歳桜と言いますね。もう花咲いてこんだけ花ついてるんですけどね、意外とね全部実になんないんですよ。これが今実になるかなってとこかな。これめっちゃ硬いじゃないですか。うん、パンパンじゃないですか。そう、でもこれが実じゃなくてもう花自体が硬い花ってこと。そうですね、そうですね。こっちのつぼみも硬いですからね、うん、でよく咲くんですけど、このてっぺんだけでなるのは1個ぐらいです。ああ、そうなんですか、うん、で先に咲いたのより後から咲いた方が実になる。へえ、不思議不思議。でこれね、この形じゃもうどうしようもないじゃないですか、ぐちゃぐちゃで、うん、なんでこれを挿し木をするんですが、もうこういうのは花を今年はもう諦めていたので、ね、これもうここで切っちゃいます、うん、普通こうやって。そしたら花全部落とします。短くします。先端に来るのでこっちも全部かわいそうだけどね、挿し木の時に花つけるわけにいかない。でこれを刺す場合は、まあ、このサイズになる、はい、でもっとちっちゃいのも欲しいなっていう人は、うちなんかだとちょっと大きすぎんですよこれ。うんで、ここで切るんですね。ここで2本にしてね、はい、でこれはこっちでこう半剣台みたいな形で使います。これでいい、はい、でこれは中に入れて、でこっちはこっちでちょっと長めのところ、これ長すぎるかな、ここ取っちゃいましょう。このくらいにしてこれで1本、はい、でこれもったいないなと思ったらこれも刺せます。あのすっごい細くてもつくんですよこれ。これね、つきがね抜群、びっくりしますよ。それでこれで来年咲くんです、このくらい伸びて。あ、そうですか。はい、これにこうなると、そう、これがこんな感じ、こんな感じでね咲くんですよ。そういう種類です。だからこれはあるんですか、1年後は。それが花が咲いたんで売っちゃいました。去年ねこれ親が1本しかなかったんで、はいはい、丸刈りにして刺しちゃったら、うん、大きくならなくて去年刺せなかった。なるほど。だから一昨年刺したやつはもう立派なんで売っちゃいました。でも豆にしたら可愛いですよ。あれ花ができたら、そうなんですよ。でちっちゃくてもね、なるときはなりますからちゃんと、うん、これね多分園芸品屋さんに売ってる、盆栽屋さんでは扱ってないと思うんだあんまし、うん、こういうね山野草の展示会なんか行くと売ってますね。あ、特殊なものはねやっぱりね、こういうとこで、うん、そう、だからこれを切るでしょ、うんね、でこれも切るでしょ、でこれもこれも、これさすがにいらないかな、こういう状態でこれは刺します、はい、でこれも刺します、はい、でどんどん増えてくな。そうなんですよ、木増えるのはね早いんですけどね、増えるの早いんですけど、分けて人にあげたりとか、そうです、ね、売ったりする場所がある方がいいですね。豆盆栽やってる人もね、どんどん増えるでしょ。そう、挿し木がね好きな人いるからね。いますよね。います、います。やたら挿しちゃうんですよね。なんで、もうこれ以上ね取っちゃうと今度親がねあれなんで、こんなもんにしておきます。ね、だからあの枝刈りするからね、見ての通りね。なんかこっちもやっぱ木にしてくるんですよね。うん、だからね、これ元がねあれなんで本当は。こう一回切るじゃない、そうするとこういうところから吹くじゃないですか、はいはいはい、ここから、うん、そしたらまたここで切って刺すんですよ、うん、次の年ね、はいはい、そうするとだんだんちっちゃくなってって、でまあこれ今ここちょっと大きいからこのくらいになったらこれは正鉢に入れると、なるほど、でなければこれを土鉢のこのくらいのに移しちゃってね、うんうん、それでもうボサボサにして永遠に挿し木をすると。これはこれで、はい、
もう刺すのは一緒です。刺すのは一緒。一緒。でここは省略で。はい。なってるよ、いっぱい。ほら。うんうん。ほら。身？あ、これ。エビの身。あ、食べれる。食べれるやつ。ここで寄生してるって言っていいんですか？そうですね。勝手に上に上がっちゃって勝手に伸びていったアケビ。本投げとくとこうなります。ツルが、うん、これ去年のツルですよね。はい。ビロビロビロって伸びてるから。これを刺します。刺します。刺します。どこで刺すのって思うかもしれないですけど、これね、上と下が逆さまになっていくからね、気をつけないといけない。まず一本取ります。はい。粉です。まあ、山とかお庭とか、うん、あるやつ、こういうのありますよね。ありますよ。こういうの取って刺しちゃおうと。はい。これがここで切ったからこう下がってたからこっちが上ですね、うん、なるほど。上下間違えるとつかないんで気をつけてください。これね、分かんなくなっちゃうんですよ。よく見ると葉っぱが逆向いちゃうんだ。そうなんです。アケビはね、ここ見ると分かるんですけど、葉っぱの下に芽があるでしょ、うん、芽がついてる方が上です。あ、なるほど。これね、ひっくり返ってて何が何だか分かんないんですけど、こう逆さまに刺すとつかないから、うん、ここがついてるのが上なんです、うん、はい、上はほらいらないわけだからここで切っちゃうでしょ、はい、で刺すところ、アケビっていうのは切り口から根が出ますから、ここで例えば切るじゃないですか、うん、ね、でこう刺すでしょ。そうするとここまっすぐになっちゃうの、ここが、うん、だからなるだけこの辺で。なるほど、短く。はい、でそれで葉っぱも切ります。こんな細いのもつくけども、じゃあ太い方から、こっちが上だからここで切るんでね。これね、こう葉っぱがこうなっちゃう、どうしても、うん、でもここで切っちゃうとダメですよ。やっぱり葉っぱはこうこうやってね、はい、こう、うん、ゼロじゃ困ると。ゼロじゃダメです。少しとかないと。このくらい変だけどこう刺す。で刺すとき邪魔なんですよね、すごくね。でもしょうがないんですよ。で、かわいそうだからね。これね、一歳アケビだから来年花が咲きます、うん、そういう種類です。まあ遅くても2年だら絶対に咲きます。2本立ちでもいいかな。2目でも面白いかもしれないね、こういう枝が出ますからね、2目にして。なんかこういう自生しているようなもので挿し木したらいいよみたいな種類とかってあるんですか？もしあれば、美男カズラとか、そこら辺に生えてるのを刺しますけど、あとは、何でも刺せるんじゃないの？何でも刺せます。うん。何でも刺せるけど、野生のやつはすぐに花が咲かないのが多いので、煮物だったら、やっぱり、つくやつを刺した方がいい。でも、私がこの間刺したのは、白の山吹が、お庭に咲いてた人のところから枝持ってきて刺しといたら、はい、綺麗に咲いて今実がついてますけどね、うん、ちゃんとちっちゃい鉢に入れられましたよ。ここ去年一昨年かな、ツタ刺した。あ、ツタはつくでしょ、うん、ツタつきますよ。そうそうそう、ツタはね早いからね、うん、ツタとかまあアケビもそうだけど、こうツルショウのやつはつきますよ、うん。ああ、実がなくなっちゃった。何はあります。これがあの刺して何年か経ったやつだけど、刺して1年生がこれ太いとこ刺したんだよ、うん、最初に。ああ、そんなのがつくんだ。つくで、これもそうですけど、でも刺してこれね2年かな、うん、2年ぐらい。これすごいでしょ、うん、実もねちっちゃくなるんだよ、ほら。でも確かに全然違う。面白いでしょ。これかな、はい、ほら全然違います。同じ木です。2年ぐらいでうんと太いとこ刺しても大丈夫だから、うん、これは剥がりとかはしちゃう感じなんですかね。こう今こういうのとか伸びちゃってるのは。あ、いや邪魔だったらね取っても平気だけど、来年の花芽をつけるためにあんま葉っぱ取っちゃうと花芽がつかないじゃないですか。うん、あんまりこのこういう風に出るじゃないですか、ツタとかもそうだけど、うん、これって、うん、ツタはまあバーって買っちゃうでしょ、うん、ツタ上がるでしょ。これはそういうもんじゃないんですか。そうですね、そういうもんじゃないですね、うん、あんまり買っちゃうと花芽がね葉っぱの元につくの、うん、
だからこれだと今一番邪魔だって言ったこれが花芽ができそうなんだよね、はいはい、どこにできるかっていうのがあるからね。もうできてるはずなんだけど見にくいね。こういうところに花芽できるよ。あの葉っぱの元こういうところに。だから葉っぱ取っちゃうといけないわけ。花が見れなくなっちゃう。うん、来年花がつかなくなるから、だからなるだけ我慢して言うん。これがほら、飾るときにね、9月とかに飾るから、真夏は展示会ないから、その時はもう花芽が入ってるから、切っても大丈夫。だけどそれまでは切って、バサバサしてても、そのままほっとく。うん、でも可愛いでしょ。可愛いです。うん、というわけで、挿し木をいろいろ紹介していただきました。はい、今回前半ということで、次はまたちょっと今回のと違う感じになるんですかね、挿し木。そうですね。本体が丸っきりなくなってしまうという。あ、イリュージョン。うん。だから本体枯れないんですけれども、そんなことしていいんですかっていうのもあります。のもあります。お見逃しなくということで、ありがとうございました。はい。はい。Thank you.